白尾市長は、北海道イブリ総合振興局にある町、新千歳空港から、道路自動車道を利用して、約40分、札幌市から約1時間の距離に位置しており、国道36号や、北海道旅客鉄道室蘭本線が横断している。ほか、尻部市方面に接続する北海道道86号、白尾大滝線、地方港湾の白尾港が整備されている。アイヌの人たちが、 町の歴史の基礎を築き上げており、アイヌ文化の振興は、町づくりの施策の一つになっている。2009年のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会によって提言された民族共生の象徴となる空間を、白尾市長に整備する計画になっており、2020年度までに、ポロと湖畔に、国立アイヌ民族博物館や国立民族共生公園、高台に、 慰霊施設を開設する予定である。アイヌ語の白老いに由来するという説が一般的であり、街でもこの説を取る。このほか長田法政は上記の説のほか白老いとする解釈も紹介している。白老い町は北海道南西部、胆振リ管内のほぼ中央部に位置し、海岸線の延長は2 5トルある。東端は別々側で苫小牧市と接し、西端は 四祉別川で、り別市に隣接している。山岳地帯には、孫崎山、白井岳、ホロホロ山、オロフレ山などがあり、大部分が国有林で、四骨東や国立公園になっている。白井川やくったら湖は、環境省の調査による水質日本一になったことがある。阿寒帯湿潤気候である。春は、晴天の日が多いが、5月から7月にかけて皆無が、 発生して肌寒い天気になることがある。夏は温暖な日が多いが、最高気温が摂氏30度以上になることは、ほとんどない。8月は、年間を通じて、最も降水量が多くなる。山間部の森の地区は、北海道口で、有数の豪雨地帯になっている。夏から秋にかけては、台風や、前線の通過により大雨になることがある。冬は、比較的穏やかで、降雪も少ない。 人口は少子化や地域経済の低迷などにより、1985年の24,353人をピークに減少を続けており、2010年の国勢調査で人口2万人を割った。一方、65歳以上の人口は増加傾向にあり、高齢化が進んでいる。2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。 役場国の機関警察消防病院新聞社、専門学校高等学校中学校小学校、保育園認定子ども園学校教育以外の施設、白井町の産業は、北海道を代表する肉用牛や鶏卵の生産、競争場を排出する畜産業、漁業、林業などの第一次産業、製紙業、土石業、食品加工業、木材製造業などの第二次産業、 温泉や食、歴史、文化などの地域資源を活用した第三次産業がある。再生可能エネルギーでは、バイオマスや太陽光発電の施設がある。立地企業工業団地組合商業施設金融、機関郵便宅配便白尾駅、白尾井沼の単間の 28.7km は、日本一長い鉄道直線区間になっている。詳細は、鉄道に関する日本一の一覧を、 三省一般路線バス都市会高速バス、高速竹浦より高速道路、一般国道都道府県道国指定町、指定白井町には2006年に商標登録された、白井牛や地域団体商標になっている、板鳥浜たらこといった地域ブランドはじめ、鶏卵、椎茸、毛ガニ、ウバガイ、スケトウダラ、サケなどの豊富な魚介類があり、 これらを素材としたグルメや土産品があるほか、食ったらこの伏流水で養殖したニジマスや、アイヌ料理のチェップや、オハウを提供する店もある。ご当地グルメでは、白追バーガーベーグルや白追シーフードカレーがある。また、木彫りの熊などの民芸品や、陶芸品の店や、体験工房がある。日高地方と共に競争場の生産地としても有名であり、三観場オルフェーブルやその父、 ステイゴールドなど著名な競争場を数多く輩出している。出身人物ゆかりのある人物白井町民憲章私たちは古い歴史と広大な自然に恵まれ、限りなく発展する白井の町民です。私たちは郷土の繁栄とお互いの幸せを願い、ここに町民憲章を定めます。第一小健康で働き明るい豊かな町を作ります。 寒さに負けない心と体を作ろう自分の仕事に誇りを持って励もう職場の環境を整え安全と技術の向上に努めよう恵まれた資源をめごしその活用を図る力を合わせて産業の発展に努めよう物心ともに豊かな家庭を作ろう第二小教養を高め優れた文化の街を作ります学校社会家庭が一体になって行き届いた 教育を進めよう、趣味を広め、情操を深めよう、芸術科学に親しみ創造活動を盛んにしよう、史跡名称文化財の保護に力を入れよう、スポーツを進行し、読書に親しみ豊かな人間性を高めよう、日常生活に、スポーツやレクリエーションを進んで、取り入れよう国際親善に努め香り高い文化を養おう、第三章決まりを守り、思いやりのある住みよい町を作ります。 時間を大切にし、会合などに遅れないようにしよう。旅行者には親切にしよう。交通規則を守り事故を、なくそうものを大切にし無駄のない生活改善を進めよう。公共の施設や建物を大切にしよう。みんなで力を合わせ暴力を追放しようとなり近所。仲良くお互いに助け合う白尾以町へ移り住む。人を温かく迎えよう。第四章緑を、育て清潔な、美しい町を作ります。 木や花を大切にし美しい町にしよう公園や、海側湖をきれいにしよう家の周りや道路を清潔に、使用広告看板張り紙などで町を汚さないように、使用犬の放し飼いは、やめようハエやネズミのいない町にしよう、第五小老人をいたわり若い力を育て伸びゆく、町を作ります。老いも若きも希望あふれる町にしよう明るい家庭で、自覚と責任を持つ、 思いやりのある強い子に育てよう町を愛し奉しの気持ちを高めようみんなの力で子供のためになる良い環境を作ろう老人や体の不自由な人を温かくいたわろう。1975年2月17日制定宣言行政産業観光ありがとうございます。